はい、パワーハウスどうもロビンでございます。はい、今日はですねパブ君にノーコンプライを教えてもらおうかなと思います。まあ、結構見てる人はいると思うんですけど、最後に僕ノーコンプライチャレンジしたのヨッサンとやったやつなんですよね。ちょっと仲が悪くなっちゃったやつ。だから結構僕ノーコンプライと あの事件がこう一緒になっちゃってるから、ちょっと若干トラウマチックな感じがあるんですけど、まあね、毎回パブ君に会うたびに、まあ、パブ君ねノーコンプライうまいし、しかも昨日なんか必勝法があるっていう話も聞いたんで、まあせっかくなんでね、ちょっとその必勝法を教えてもらって、今日こそノーコンプライねすごい人気だと思うんですよね。オーリーできる人よりノーコンプライの方が多いのかな、わかんないけど、初心者でノーコンプライやってる人結構ねいる気がするんで、はい、なんでねちょっとやりたいと思います。パブ君よろしくお願いします。頑張りましょう。初めてねパブ君を見たっていう人もいるかもしれないので、はい、でいやこの人が本当にノーコンプライできるのかっていうところをね、まあ視聴者にまあとりあえず見せたいなと思うので、ファーストトライでやってもらってもいいですか。やっとる場合いきます。はい、おさすがちゃんとファーストトライ。じゃあ2発連続どうぞ。はい、いきます。おお、じゃあ3発いきましょう。はい、集中。ああ、いやこれはマスターですねメイク率間違いないね。しかもさ、はい、パブ君のちゃんと弾くパターンだよね、はい、結構それかっこいいよね。そうですね、僕も弾いた方が好きですね。どんぐらい好きなの。ベイビードンクライ。じゃあその必勝法をお願いします。どんな感じなんですか、はい、その必勝法っていうのは、はい、結構やっぱり教えることが結構多いんですけど、やっぱみんな乗れない人の大半が片足がテンポよく乗っけれないって人がいます。やるとこうなる人が多い多いんですよね、教えてて。なんでこれを克服する方法をこの間友達と、全くできない友達と練習しててできた例があるんですけど、板を置いた状態で板を置いた状態でこう乗る練習をすると、このテンポが悪くなるやつの克服につながると思うんですよね。コツとしては多分みんなこれは多分できる人多いと思うんで、この要領で弾いてもらう。そうですね、後ろ足でケンケンパする感じでこうやってって感じで練習していきましょう。要チェック。はい、じゃあちょっと見せてください、もう一回。はい、こういった状態で簡単にやりますねはあ。ここから、はい、その例の必勝法でまず乗りに行きます。行きます。あー惜しい。あーあ、でも今良かったっす。おぉ、リズムは悪くなった。今の良かったっす。いや、いい感じっす。マジでいい感じっす。この調子でやってみた。はい、おぉ、今までの中で俺、感触的には良かった。いや、めっちゃいいっすよ。一番良かったっす。おぉ、確かにちょっと乗った気になれますね。なんか疑似体験ができるっていうか、なんか成功体験がなんか積み重なってる感じはありますね、うん、それは間違いなくいいっす。はい、あっ、おなんかこう前に送り出すイメージですね。確かに行けるっすよ、行けるっすよ。あ、今良かったっす。お、いや今マジでいいっすよ。今のはあのメイクっす。はい、おお、綺麗。
乗りに行けてるのが一番いいですね。いい感じ。どんぐらいですか？ベイビードークライ3回連続これでメイクできるようになったら次に行こうかな。了解です、はい、おー2回目。あ、惜しい。いやでもその感じです。よし、パブ君、ありがとうございます。できる人のやつだった。一応これ、企画成立ですかね。いや、もうおめでとうございます。あの、テンポが良かった気がする。良かったですよ、はい。まあ、あとはね、もちろんクオリティ上げていかなきゃいけないっていうのはあると思うんですけど、今日はこの必勝法は間違いないって言いたい。疑似体験できるっていうのが大きい。だから本番やろうとした時に恐怖心がね、そんなにないんですよね。ありがとうございます、はい。もうちょっと時間あるんで、あと2、3回ぐらい乗れたらいいですね。